はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。もうすぐ4時ですね。12月14日の火曜日でございます。今日は結局207円安で終わったんですね。その他もそんなに変わってません。はい、ビットコインがね530万円でまあ軟調ですね。本題いきましょう。本題、昨日13日に出た現代ビジネスで講談社のページですね。最近お声かからへんわ、原稿書いてへんわ、ほんまに前は空気が読めず心を病み、 IQ130 超えの天才少年たちの苦悩と絶望、いいことばかりではないという週刊現代から引っ張ってきた記事ですね。これはですね、まあまあですね、先端は双葉より芳しというが、難しいことは言わんでいいやん。先端は双葉より芳しい、多分先端なんて読めませんよ。というが、人一倍よろしい芳しかった双葉が社会によってその目を摘み取られ消えてしまうことも少なくない。本物の天才たちは彼らにしかわからない苦悩がある。先端は双葉より芳しい、そんな誰書いてんねん、こんな週刊現代やろ、こんなもん読める字って書けようと思うんですけど、ごめんなさい、怒られるわ知ってんねん、すいません、何にもしてるんですよ、週刊現代さし、はい。まず学校で苦しむっていうですね。11月1日文部科学省でギフテッド支援のための有識者会議が開催された。ギフテッド、幼くして周囲からはるかに突出した才能を発揮する子供を指す言葉だ。神から才能、ギフトを授かった子、日本語で言うところの神童に近い。4歳で進化論を理解した。5歳で車の専門書を読破し、エンジンなどの機構を把握。6歳で初めてピアノを弾いた瞬間から聞いた音を完全再現することができた。これ IQ と関係ないと思うんですけどね。単なる絶対音感ちゃうのっていう。同会議の報告書には驚異的な才能の数々が列挙される。うちの子6歳でピアノを弾いた瞬間からってやってましたけどね。聞いた音全部ウェーってやってましたけどね。まあまあ、まあ別にそんな大したことないと思いますけど。これほどの能力があれば人生は順風満帆で何不自由なく送ることができるように思える。だが、ことはそう簡単でない。もうそうせやろう。ギフテッドが学校に入った途端、確率的な教育システムの中で苦しみ、能力を発揮できなくなるケースはあまりにも多い。こう語るのは、どんぐり発達クリニック院長の宮尾マスともでいいんですかね。宮尾マスとも氏だ。多くのギフテッドは自分の能力に対比して進みの遅い授業に退屈し、平気で先生の悪口を言ってしまうようなところがある。そのために先生に疎まれ、叱られ続けて学校に行けなくなる。前日の有識者会議の主眼もギフテッドの才能が潰れていくことを国家の損失として捉え、改革を促すことである。ギフテッドたちは一体どんな人生を歩んでいるのか。小学校3年生の時に時間の概念に興味を持ちました。黒板に書かれた時間の公式に納得がいかず、先生に腑に落ちないと言っても怒られるだけ。それで自分で様々な本を読み漁り、アインシュタインの相対性理論にたどり着きました。そんなやつおるんか、ほんまにひょうひょうと語るのは、現在27歳の琉球大学理学部生、太田美咲さんだ。太田さんは16歳の時に世界中の天才が集う組織メンサの入会試験を受け、日本史上最高の IQ188、 を叩き出した。かっこ東大生の IQ の平均が120程度。そのことは当時テレビで大きく取り上げられ、注目を浴びることになった。だがその後の太田さんは世間に馴染める波乱の人生を歩んできた。中高時代は音楽、芸術、物理、数学などに没頭しました。旋律や黄金比、数式などの法則に宿る美しさに強く惹かれたのです。188ってすごいですね。でもね、ジョージ・ブッシュ息子政権の時の国務長官のライスさんという女性がいたの覚えてますかね。黒人のちょっと小柄やったかな。彼女、ハーバード出てるんですけど、IQ180 とか IQ200 とか言われてましたね。ものすごい頭いい。で、モーツァルトはね、
IQ200 ぐらいであったというふうに言われていますね。ふーんと。東大生の IQ120 ってちょっと信じられないですね。もっと高いかと思ってました。平均が100ぐらいなんですよね。だから120っていうと、まあ偏差値で70ぐらいなんですけど。あのね、ちなみにね、私ね、中学校の時に測ったらね、IQ140 だったんですよ。学校で一番やったらしいですよ。でもこんなことは絶対ない。そんなね、音楽、芸術、物理、数学なんて没頭せえへん。絶対せえへんし。そんな人生いいことなんもなかったですよ。まあ多少本読むのが早かったりね、文章書くのが早い程度で、ほんのギフテッドなんて思ったこと一回もないですけどね、現にそういう人生でしたよ。普通の人生を歩んできましたけど。確かに小学校ぐらいの時はね、学校の先生の言うことなんか聞かんでも、ね、勉強は全部分かりましたけど、いやでもそんな大したことないんですけどね。で、なんで私が東大生よりIQ 高いなと時々思いますけど、全然受験勉強苦手でしたよ。ほんまに大の苦手でしたけどね。英語なんか全然分からへんかった。130ぐらいって その辺にいるやん。僕今まで人生で出会った中で140ぐらいって何人もいますよ。いや知らんけどって、ほんまかどうか知らんけど。しかし一度数学をやりだすと引きこもって延々と徹夜する太田さんの姿を見た両親は、社会の中でやっていけるか不安に思い、手に職がつくようにプログラミングの専門学校に進むことを提案したと。そんなん別に確かにね、学校の先生の言うてることがみんなアホ臭く聞こえる。でもそんな人いっぱいいるでしょ。中学校ぐらいだったらやっぱりね、勉強しないといい点は取れなくなりましたよ。だからちゃんと家で勉強しましたよ。あれ、中間期末とかって。悔しい思いしますよ。数学でね、いつもね、あれ、50分、40分ぐらい時間あるでしょ。20分ぐらい全部できて、あ、100点やと思うんですよ。絶対100点や、俺。で、20分だったら家出られるんですよ。だから、ダーッとやって、あ、絶対これ100点と思って出すでしょ。で、へーって出てくるでしょ。教室出て、俺一番やと思って出てくるでしょ。んで、1週間ぐらい経ったら帰ってくるでしょ。必ず95点とかね、98点とかね、97点とかやってね、ミスってるんですよ。ものすごいケアレスミスやってるんですよ。一回も100点取らへんかった。あれがね、今でもちょっと悔しい。だからね、当時は相対評価でしたから、上位 5% かなんかしか成績の5をもらえないんですよ。数学ずっと読んでしたよ、私。5をもらったことない。全く全部理解してましたけどね。中身は。いやー、嫌やったわ、ほんまに。ええねんけど。ええねんけど。ようやく得た仕事は企業のお客様相談室での電話受付業務だった。コールセンターには様々な業務手順が定められていて、全部で2万種類ぐらいある。一時期はそれを一から全て覚えることにハマる。覚えへんわ、そんな。ハマらへんわ、そんな。僕、こういうの嫌いです。で、そんなね、2万もね、覚えようなんて気にならないで、そんな記憶力いいこともないし。いや、だからね、そんなにね、関係ないんですよ、IQ って。やる気になったらね、できるのかも分かりませんけどね、私みたいに適当に生きようという人間にとってはね、IQ が多少あろうがなかろうがですね、ほぼ関係ないです。受験勉強嫌いやからね、やらなかったわけであって、嫌いやもん、今でも。今でもなんか嫌いなことできませんよ。好きなことやりますけどね。入試問題は苦手って書いてあるな。普通に考えると、太田さんほどの知能を持ってすれば東京大学に進学し医者や弁護士になるという世界的な勝ち組ルートに乗ることもたやすいように見える。だがギフテッドの多くは大学入試のような試験で高い成果を収めることが難しいという。あ、そうやんそうやん。でも俺ギフテッドちゃうと思うけど。クリニック院長の宮尾益智氏が理由を説明する。多くのギフテッドは自分が興味あること、そうでないことへの集中力の落差があるでしょう。そうやね、確かにそうや。あらゆる教科を攻略しなければならない入試問題は彼らにとって極めて難しいゲームなんです。おお、ええこと言ってくれるやん、ほんまに。多くの子どもたちを一律で同じ知的水準まで引き上げるという点で、日本の教育手法は世界的に評価されてる。な、評価されてよ、ほんまに。だが裏を返せば、世間地に長け周囲とそつなく付き合うことを良しとする日本社会は、彼ら出る杭にとってはあまりにも生きづらい。
行きづらいということはなかったですけどね、別に、あ、でも、うん、大人になったら振動、振動ちゃう。俺、振動やったかな、ほんとに。振動の中には、自身の苦い経験を踏まえて、若者の支援に当たる人もいる。うん、社会福祉法人、ポンガポンに勤める竹中達也さんもその人だと思う。ええわ、これ。IQ132 を誇る竹中さん。IQ131 を誇れんの？10人に1人はおらんか、100人に3人か4人ぐらいいるんちゃうかな、130人とかやったら。約25万語が収録されている広辞苑を、あの項目から一つずつ読んでいくのが楽しくてたまらない。楽しないよ、そんな。全然楽しないねんけど。前飛ばしましょう。いや、もう、これで終わりですね。1ページ目貼っときます。東大生が120ですか。でも、あの人たち賢いですよ。もう東大卒業生、東大を出た人何人かね、よくお話しますけど、賢い、いや、徹底的に賢いですよ。もうそんな僕より全然賢いですよ。ほんまに。多分ね、そんな勝負したことないから知らんけど。私のね、広告代理店時代の先輩でですね、4年先輩かな、年齢的に。で、あれですよ。某一流大学、一流私大の政経学部を出ててですね。で、IQ は140って言うてはったんですよ。ほんで、ふーんと言って聞いてたんですけど。あれですよ、酔っ払うといつもですね、わしは IQ140 じゃ、偏差値は72じゃ、東大に負けんぞとか言うてはったんですけど、ある程度のこう酔いが進むと必ずその話になるんですね。はいはいって聞いてて。で、要はそれだけをですね、生きるあのよすがにしてたような感じがしましたね。もう今は知りま、何してはんのか知りませんけどね。そんなんどうでもいいっちゃどうでもいい。機嫌よい生きていけるかどうかの問題でしょうね。はい、ということでですね、私が知ってる限り130ぐらいって普通の人でですね、180とかね、200とかいう人が、さ、ここに188の人出てきましたけど、それが本当のギフテッドちゃうんかなと。だから140ぐらいまでは普通の範囲内で生きてるんちゃうかなという気がしましたと。まあそういうお話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。